はい、冷蔵庫で一晩寝かせてます。この作り方のポイントは、この冷蔵庫で寝かした後にパンがしっかり生地が、ね、膨らんでくれるのがすごい大事ですね、はい、でもし冷蔵庫から出した時にあまり膨らんでなかったら、ちょっとあの部屋に置いといてちょっと待ってみると、その後また膨らんでくれるので、ちょっとねしっかり膨らませるのがポイントです、はい、そうしましたら、砂糖、塩、はい、それから卵ですね、マーガリンです。今回は、ネオソフト、パンにはやっぱりネオソフト、はい、材料全部こう入れましたらこねていきます、はい、混ぜてるとこういう感じでね、結構ぐちゃぐちゃになるんですよ、材料混ざってる時に。なんですけど、これをずっとこね続けていくとひとまとまりになってくれます。表面もちょっとつるんとしてくるので、そこまで頑張ってこねていきます。はい、ボウルの中でこね続けて、こう一つのまとまりになったら、もう材料が一つになったら、大体こね上がりになります。で、表面がこうちょっとつるっとすれば OK です。これでこね上がりなので、生地を切り分けていきます。はい、生地を切り分けます。お好みでいいんですけど、今回あの動画用なのであの、大きさを揃えたいので、しっかり生地を重量を揃えていきます。切り分けましたら、ちょっと表面を張らせながらちょっと丸くしてあげて、生地を休ませます。はい、こういう感じで丸くしたら10分ぐらいちょっと生地を休ませます。休ませた方が成形しやすいの、生地も伸びやすくなるので、ちょっと10分ほど休ませます。生地をちょっと休ませて、まあ、伸びるようになるんですよ、休ませると。なので、まあ、ちょっと休ませてます。はい、そうしましたら成形をしていきます。ソーセージなので、はい、こちらご用意ください。長めのソーセージの方があの見た目が綺麗というか美味しそうなので、まあ、ちっちゃいのも可愛いんですけど、ちょっと長めの、今回はこんなのを用意しました。丸大食品ロングインナー、これ長いですよ。これすごい長くて10本入りで300円ぐらいだったんで、お買い得な気がします。はい、そうしましたら成形をしていきましょう。はい、生地を作った時に使った、まあ、粉ですね、粉ちょっと分けとくと、あの成形する時に便利なんで、ちょっと粉を巻いてやっていきます。最初は、まず伸ばしていきます。生地を台の上で転がす感じですね。はい、飛ばしたら、飛ばして半分に折るだけの成形です。こんな感じですね。はい、このような形で、でこの溝、折った時にできるここの溝に、最終発酵の後にソーセージを乗っけるタイプの成形になります。今度はちょっと生地を伸ばします。綿棒で、綿棒があると、まあ、やっぱ便利なんで、便利、綿棒はちょっと一家に1台、一家に1本か、一家に1本あった方がいいと思います。綿棒で縦に伸ばします。縦に長く、で長さはソーセージの長さですね、このくらいですかね。包みます。はい、包んであげたらこんな感じですかね。そうしましたら閉じ口を下にして4個のしましたらハサミでカットを入れます。5箇所、5個入れましょうかね。結構深めに切れちゃうぐらい、横も結構深めに入れて、でちょっとカーブ、そうしましたらまたちょっと伸ばしていきます。ほんと転がすようにしてあげれば伸びてくれるので、ちょっと長めに
はい、長めに伸ばしたらこれをソーセージに巻いていきます。はい、そうしましたら最後なんですけど4種類目またちょっと生地を伸ばします。ソーセージがくるめるぐらいのサイズまで伸ばします。ソーセージ分の長さを取ったら転がして切れ込みを入れていきます。はい、切れ込み入れたらこれでソーセージをくるみましょう。そうしましたら、それぞれを最終発酵を取っていきます。オーブンレンジがもしありましたら40度設定で30分ちょいですかね、30分から40分ぐらい、もしくはオーブンレンジ発酵機能ない場合は室温で 4,50 分置いて発酵最終発酵させていただければいいかなと思います。大体30分から40分ぐらいで2倍とか 2.5 倍ぐらいに膨らみますので、そうしましたら焼いていきます。やっぱ菓子パンなんで卵を塗った方が、ツヤが出るんですね。で、生地の中にも卵をやっぱ使うの でちょっと余るんですよ、卵が。なので、こうやってハケも100均で買えますし、ちょっと買ってきて塗ってあげた方がやっぱ美味しそうに見えるんですよね、ツヤがあった方が。はい、そして塗りましたらこの味噌にソーセージをグッと。はい、そうしましたら、お好みなんですけど、マヨネーズだったりケチャップを絞ってあげるともより美味しいかなと思いますので、今回両方ケチャップとマヨネーズ用意したんで、これもう絞り袋使っちゃってるんですけど、100均のピュッてやるやつがあるんで、あれでもやっぱ細い方がなんかおしゃれに見えるんですね、線が。マヨネーズ、ケチャップ、こんな感じですね。はい、こちらも最後の仕上げです。最初に今ちょっと卵を塗って、はい、こちらも同じように卵を塗っていきます。で、そうしましたらお好みで、チーズで、ピザ用のチーズですね、市販のピザ用のチーズとか乗っけるとだいぶ美味しくなりますので、お好みでぜひ。はい、こんな感じ。はい、こちらも、卵を塗ります。4種類焼き上がりました。いかがでしたでしょうか。何かしら参考になっていただければ嬉しいかなと思います。やっぱり家でパン作るので一番楽しいのって多分成形だと思うんですよ。家でこねるの大好きって人は多分あんまりないんじゃないかなと思います。こねるのがストレス発散になったりして、気持ちいいっていう方ももちろんいると思うんですけど、でも多分成形するのが好きっていう人は一番多いかなと思いまして、今回4種類ソーセージのパンですね、ソーセージのパンで4種類ちょっとご紹介してます。知ってるっていうのももちろんあると思いますし、ああそんなあるんだみたいに思っていただければ非常に嬉しいです。はい、ポイントとしては長いソーセージを使うと見た目がちょっと良くなりますね。はい、それぐらいかな。あと今回も、結構簡単な生地に、してます。今回も、中種法を使って、作ってるんですけども、フルフレーバー 100% 中種法っていう製法になりますので、前日にね、粉と牛乳と、イーストだけ混ぜて、で、置いといて、一晩、その中種を寝かせてから仕込むっていうことで、だいぶ時間は短縮できると思うんですよね。前日準備は、確かにちょっと、めんどくさいんですけど、
ただ当日焼く日は本当にささっとできるので、この作り方だったら一次発酵もあんまりいらないので、お惣菜パンでやっぱ人気あるのってソーセージなんですよね、結局のところあのパン屋さんでもう大体ほとんどの店そうだと思うんですけど、あの売れ筋聞いたら大体カレーパンかソーセージ系のパンみたいな、まあ、普通のパン屋さんでしたら、はい、っていう感じなので、やっぱりもう人気はありますので、あの分かりやすいのがあのコンビニに置いてるパン、あの今コンビニさんが置いてるパンってすごいレベルが上がってるじゃないですか。昔10年前とか15年前ぐらいはあの正直あんま美味しくなかったんですけど、今本当にあの工場で技術だったり材料の進歩が進んでだいぶ美味しいパンが置けるようになって、でご存知だと思うんですけど、スーパーだったりコンビニのパン売り場って年々面積広がってるんですよね。どんどん増えてるんですよ、まあ、売り上げが伸びてるっていうのがもちろん大きなその要因になるんですけど、あれ見ると本当にやっぱ売れ筋というか分かるんで、だいたいソーセージとかで 2、3種類置いてるじゃないですか。あれはやっぱ売れるから置いてるわけであって、まあ、人気あるんですよね。だいたいパン食べるんだったら、まあ、ランチとかに2個とか3個選ぶじゃないですか。だいたい入ってきますよね、3分の1ぐらいにソーセージは入ってきますよね。あとなんか甘いパンとみたいな形になりますので、うん、あのぜひ家で作れば、まあ、ご家族だったり友達にあげても喜ばれるかな。中種法なんで、あの当日だけじゃなくて焼いた翌日も結構柔らかくお召し上がりいただけますので、本当におすすめな、作り方ですね、はい。まあ、あとはお好みで、まあ、こちらだったチーズだったり、あとまあこれはケチャップと、マヨネーズかな、ケチャップとマヨネーズだったり、あと緑があるとだいぶ映えるので、まあ、パセリ乗っけてみたり、さっと散らせば簡単なので、はい、いいかなと思います。ぜひぜひちょっとこういうの遊んでみる感じですかね、はい、あの楽しく家でやらないとパン作り続かないし、あと食べてくれた人が美味しいって言ってくれないとあんまモチベーションも上がらないじゃないですか。なので、まあ、こういう作り方なら、まあ、ふんわり作れますし、まあ、人気ある具材なんか使っとけばいいんじゃないかなと思います、はい、よろしかったらぜひ参考にしてください。ここまでご視聴ありがとうございました。